まだ歯入ってました。ちょっとこれ危ないかなと思って、おしっこするときは歯入って、そうか、詰まるからね、この子ね、水炎とか肝臓とか。はい、お疲れ様です。重たいと思ったけど太ってない。重たい、重たい、なんだろうね。今2本、ビスケットからお客さん待ってる間に。よかったね。ちょっとごめんよ。すいません。でも昨日は食べてないよね。食べてないです。朝も今朝もあんまり食べてない。でもここでビスケットを食べた。今食べた。待てないだ。美味しいもんね。2本ぐらい。いいじゃん。プラス2本ね。お家では半分、半分しか朝散歩時半分しか食べないので、あ、ダメかなと思ったんですけど、今食べちゃいました。まあ、待ちく食べるの多分、いいことですね。お腹空いた。全然で食べた方がいいもんね、だって強制的にもらうよりは。波がだからやっぱあるんですよ、ね。いや、昨日はステロイドした日ですか。昨日はステロイドした日です。日で調子悪いとちょっと目標だってやらないからさ、うん、そうですよね。一昨日意外とご機嫌だったんですけど、で昨日だちょっと立ってもフラフラってしてましたよ、トイレ行くの。吐く前かな、吐く、そのずっとその何回か十何回昨日トイレ行ってるんですけど。いっぱいいたね。おしっこ、うん、ね、おしっこ、おしっこ、うん、でその時にちょっとフラってこういうふうにしながらトイレ行く。だから、あ、危ないと思って、ちょっと怖い、怖い、これは怖い、怖い。トイレが一苦労なの。経営はないんですよね。なんかもう用意して置いてたんですけど、なかった。そういう時危ないですからね。そうそう、もう絶対危ないと思ったので、用意して。寝ないんですよね、だから。ああ、寝ない。ここではいっぱい寝てるからね。まあ、確かにさ、心臓の音はさ、普通の高齢の子に比べたら少ないというものも、やっぱ雑音はかなりありますね。だから40何回呼吸困難してたので、昨日6秒でそう。あ、寝てる時に、うん、その歯吐いてる時、8回だって主人が言ってたので、6は48だねって。まあ、10秒かけて。起きてる時の呼吸数はワンちゃんはそうやってない。だから寝てる時の呼吸数。寝なくて昨日すぐ目が覚めた。私もなんか昨日寝不足で今もなんか目がぼっとしてる。夜寝ないんだ。寝ちゃってるからかな。大丈夫か、見せとく。ちょっと強豪っぽいですね。ビスケット食べながら強豪になったけど。ビスケット食べないから。食べないかもしれない、また。どうですか。大きいと食べない。はい、お、ここの上で食べない。ちょっと私も、はい、はい、ダメださんに。やっぱ分かるんだ。手が違う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 。お母さんってやつ。はい。もう一回あるよ。怖いけど。怖いけど。食べない、食べない。分かってるんだね、あなた。手が違うってのは同じものなんだけど。全然違うの。全然お母さんちゃん食べるのに。ムキムキしてるよ。あんまり言えない。それはじゃあ今日はさ、気分がいいんだね。だってそういうことは、夜は気分悪かったけど。食べないわけだもんね、そんなやつも。2時ぐらいからはなんか寝てたんですけど、3時よりと。3時よりと1時間おきにトイレ行ったら。じゃあ、ちょっとおむつくなる。はい、はい、じゃあちょっとおむつけて吸入しますね、はい、またカゴもお預かりしておきます。はい、あ、そこに置いておいてください。はい、お願いします。はい、じゃあまた6時ぐらい、はい、目安で迎えに来てください。はい、お預かりいたします。はい、じゃあ、あ、これで取って、はい、あ、もう一個もう一個、これ直さなかんね、前がこっち。